はーい、ただいまー。ってことで、前回は、ついに、キーホルト、セスリーンということが判明したというところでしたね。このサリン。はい。そうするとやっぱ俺なんかだよね。そういうことだよね。はい。見ていきましょう。マヌエラ先生。と、ファンネモン。マヌエラ君。教師同士。その、申し訳なかった。先日は、大人げない態度を取ってしまった。なんか喧嘩してたんだっけ？ちょっと詳しく思い出せないけど、喧嘩してた気がする。やめて、ファンネモン。謝らなければいけないのは私、変に当たり散らしちゃって本当にごめんなさい。いや、我が輩は気にしてはおらん。むしろ今は君に感謝しているくらいだ。感謝ですって？うん。イミジクも君が言ったように、我が輩には押し付けがましい面があるようだ。マヌエラ君のおかげで改めて思った。今後はよく自制せねばとな。こう、まあ、ハンネは大人だよね。まあ、まあ、感情に任せて言う時もあるにはあるけど、落ち着いて冷静になったらちゃんとこう謝りに来るところね。あら、それなら私も同じだ。あなたの言葉が胸をついたの。自分の感情で周りを巻き込まないように、これからはもっと注意しようと反省したわ。それはよかった。お互い得るものがあったのは何よりだ。そうね。ただ喧嘩しただけでは損だもの。まあ確かに。それにしても、うん、私たち何度目もやってるな。こんなやり取りをするのも何度目かしら。ああ、もう常連ですか。さて、さすがの我が輩も覚えてはいないな。100を超えたあたりからガゼルでやめた。いつも気づいたら喧嘩をしている。馬が合うやら合わないやら。まったく、我が輩も君もよく飽きないものだよ。まあ喧嘩した状態で普通に入れる時点でもうやっぱ喧嘩するほど仲がいいってやつ。本当そうね。どう、この紳士なローダ、ロー紳士のダンディーな感じ。マネラ先生と旦那さんに。あれ、あら、どうしたの、ハンネマン。どうした。いや、何、君がたまに見せるその自然な笑顔は実に魅力的だと思ってね、うん、君の恋愛がうまくいかないのは下心のある不自然な作り笑顔が原因ではないのか、ね、そう、でも怒らせてる、怒らせてる。あ、でも待って、顔怖くなってる。あら、それはどうも相変わらず一言多い忠告、痛み入るわ。あなたもそういう余計な一言がなければずっと独り身ではなかったでしょうね。お前ら本当に付き合えよ。聞き捨てならんな。我が輩が君のためを思って忠告しておるのが分からんのか。その余計な忠告が押し付けだっていうのがまだ分からないの？信じられない。というか支援イベント。マヌエラ、大人げない態度を反省。え、何何、どうしたどうした。一体何。新しいパターンで終わっていったな。はい、これまだ上がある、上が俺だ。なるほどね、はい、新しいパターンだったな今終わり方が。言い合いながら終わるって。マヌエラ先生、 BCM 今日は折り入って相談があるのだが。あ、もうギャグ回だわ。あら、アロイスさん、珍しく深刻な顔をしているのね。頼む、マヌエラ先生。あ、共に娘への贈り物を考えてくれぬか。それは一大事だな。実は娘の誕生日が近いのだが、何歳何歳、いい贈り物がさっぱり思いつかんな。何歳、年齢によるよね。スイッチ買ってあげたら。ここ数年どうも娘は誕生日の贈り物に満足していないように思えてる。何あげてんのお前、なんかかっこいい剣とかあげてんじゃないの。大丈夫、上に今年は何か今までと違う品を送って娘を喜ばせたいのだ。今まで何送ってたか教えてくれ。何の話かと思えば、アロイスさん、そういうのは私の仕事ではないわ。ヒルダちゃんとかなら喜んで協力してくれそうだけど。医務室は相談所ではないの。怪我か病気になったらまたどうぞ。心が病んでしまうみたいな。そんな殺生な、そこをなんとかなんとかお願いできないだろうか。どれほど頭をひねろうとも、私には年頃の娘が喜ぶものが皆目見当がつかぬ。何歳なの、年頃。ならばこそ裏若き女性であるキデンに助けていただきたいのだ。ああ、気分良くなりそう。裏…ほら。なんですって、もう一度聞かせてくれるかしら。裏若く
美しく艶やかで華やかでおしゃれなマヌエラ先生にぜひとも。これアロイス別に下心あって言ってないよね多分ストレートに言いたいこと言ってるだけだもんな。アロイスこれ以上の適任は他におらぬと、うん、私は心得ている次第。そうね、ここまで頼み込まれて断ったら女がスタルってものよね。ちょろいちょろい。今日だけは特別に協力してあげてもいいわ。私おお、ありがたい。では次の休みにでも買い物に付き合ってもらえるか。この買い物が次の支援イベント。わかったわ。それにしてもアロイスさんの娘さんの喜ぶものは、うん、参考までに教えてほしいんだけど聞くの。今までは何を送っていたのかしら。そうだね、それが大事だね。ここ数年は古代の貨幣だな。さあ集めてたね君いろんな町の貨幣集めたね。楽しそうだったね。はごめんなさい、よく聞こえなかったわ私。いやどうだろう、小学校入る前までくらいだったらいろんなお金コイン持ってきてくれるのは、まあ、喜びそうだけどね。それ以上だとちょっと。古き時代に使われた硬貨だ。私が集めに集めたとっておきを送っていた。あるいは自分が好きなものは相手も好きっていう勘違いしてるからな。相手のことを思って送るんだよアロイス。価値もあり歴史も感じられる素晴らしい贈り物であろう。うん、参考にならなかったな。何か問題でも。まさか娘は喜んでいなかったと。そうね、私だったらちょっと、うん、こうなったら仕方ないわ。ほう、あなたの挽回のためにも何より娘さんを喜ばせるためにも真剣に選んであげる。力強い、心強い味方ができたぞ。よし、はい、B、これ以降見れるかな。なんかもう本当にこの節で最終回な気もするよな。なんかそんな気もするんだけどな。大丈夫かな。はい、じゃあこれで、支援は終わったんですけど、一応紹介だけしとく。レオニーが、セテス以外の人を宿管につけるためには移動が飛行じゃない状態にしなきゃいけなかったので一旦戻しました、パラディン。そしたらパラディンマスターして正立てでいいのかな、正立て覚えました。弓と魔法のダメージを以下の確率で半減させるというので技ですね。で技が38もあるので結構発動するんじゃねえかなってことでつけております。そんな感じですね。槍必殺とかも覚えてるか。結構つけたいのいっぱいあるんですけど、これなんだっけ、法則かあるんですけど、まあこんな感じかなって。これ HP を外すかどうかすごく悩むんだけどね、うん、外した方がいいのかな。外すか、外して槍必殺にするか。一応槍極めるとこれもらえるんで、槍とか武器系を多分強いってことなんでしょう、そう思うんですけどね。ねえ、ラスも、これ教えたっけ言ったっけ、魔力封じですね。魔法封じか。ダメージ与えると一旦だけ魔法を下げるというやつで、まああんまり、そこまで有用活用を覚えててするかって言われると、難しいところはあるけど、まあいいんじゃないかなっていう気がしますね。槍か。槍ほとんど使ってねえからな。こっちの方がいいか。技の方がいい。技の方がいいかな。俺はもう結構こう逃げ締めいってんだよね。剣の達人。攻撃力か。でも俺なんかいっぱいいいのあるんだよね。力と攻撃は違うから、攻撃の方が多分単純に強いんだと思うんだけど。で盗む変えとくか。とりあえずこれで。クロードも結構覚えた。で、威風堂々が幸運と魅力プラス44なんだけど、そんな強いかっていう。極めたんだけど、極めた時に覚えたんだけど、なんかそんなに強い気がしないのでつけてません。はい。で、リシティアも、天才なのでめっちゃ覚えてます。勉強室は魔法ね。騎士の一撃。で、悩ましいのは、これバーサック状態があるんだよ。HP25% 以下の時魔力プラス8。これもういいなと思ってはいるんですけどね。さらに達人もあると。で、これ、
攻撃プラスって何？魔力じゃないの？っていうのが謎なんでちょっとつけてないんですけど、でも闇魔法達人だから魔法が強くなるってことでいいのかな？攻撃と魔力は違うのかっていうのがよく分かってないので、ちょっとどうなのかなって思っております。まあ射程が伸びればとにかくいいでしょうっていう気がしますけど、でマリアンヌは魔法の覚醒か、まあ、マリアンヌあんまりほぼ受けることはないので、受けた時は死ぬ時なのでまあいらないかなっていう感じですね。はい、それよりか移動つけた方が、射程と移動つけた方がいいんじゃないっていう感じですね。でヒルダちゃんがこれか、ヒルダちゃんはね逆にマリアンヌとは逆で先陣に立って盾となる役目が多いので守備力プラス8は大きいと思うのでつけといてます。で、さっきの正盾より上ですね、大盾、あの魔法は半減できないのか、魔法と指は半減できないけど大盾で半減させるというので技ですね、技ないで 20% か、まあでも強いんでつけてます。それぐらいかな、そんな感じですね。でレオニアさっき見た、でフェリックスは、特になし、フレンも特になしと。あ、魔力封じ覚えたんだっけ、魔力を下げるやつですね。魔法じゃなくて魔力を下げる方。まあ、あんまり使わないかなって気がしますが。戦技は、あんまり変わってませんね。一個も覚えてないか。魔法使い組戦技覚えないし、そうそう。うん。そんな感じですね。はい。じゃあやっていきましょうかね。その前に補充してきますので一旦補充します。ジャッジメント7。はい、整えてきました。やっていきましょう。アンバル潜入戦、兵力で劣る自分たちが帝国を倒すには短期決戦しかない、そう判断した一行はエーデルガルトの率いる帝とアンバルへと急ぐと、市街に突入し潜入し帝国軍を奇襲する。はい、やっていこう。はい、セーブね。おお、今節のお茶会付きシルバー。おお、シルバー最後に言えたね、ありがとう。ガルグマクにて軍の再編を完了した同盟軍は帝とアンバルへと進軍した。さあどうだ、日高襲来した同盟軍を迎え撃つべく、そうだ、皇帝エーデルガルトは副神ヒューベルトと死神騎士に出陣を命令。あ、お前らだろ。市街にて両軍が激突するお前らか。じゃあ最終回じゃねえか、まだ副神がいたか。うわ、こいつらかよ、嫌なやつら来るな。嫌だな、死神相手やだな。ヒューベルトはあんまイメージないけど。アンバル潜入戦、見えてきたな、帝とアンバル、このフォドラで一番でかい町だ。大きいだけじゃないよ、あの町は皇帝が住まう城を守る役目も負わされてる。いわば町全体が巨大な城塞なのさ。市民は今町の様子は、ここで市民に被害出ちゃう、戦うと。様子は今町の様子は、俺たちがここまで来ていることはとっくに気づいているだろうが。ああ、じゃあ避難してる。偵察した限り市民が避難した様子してねえのかよ。町に留められているようだ。市民を盾にしても城を守ろうってのかね。大した覚悟だよ、帝国の皇帝陛下は。おそらく例の魔導士たちも潜んでいると思います。ああ、市民に紛れてるってこと。加えて別方面に展開していた軍がテイトに帰還中だ。あ、早いとこ制圧しちまわないと厄介だね。レアは見つかるだろうか。町を制圧せねば捜索もできん。まずは戦いに集中しろ。なんかあれだね、初めて使うやっとここまで来て俺の名前がちょっと空間開けたのが違和感を出してきたね。レア様、今まであんまり違和感なかった。どうか無事で。さ、帝国の連中がお待ちかねだ、みんな進むぞ。はい、行こう。ああ、やっぱもう最上級職だよね。今節はグレモリ、ドラゴンマスター、ボーナイト、エピタフ、
グレートナイト、ダークナイト、ホーリーナイト、ウォーバスター。はい、なるほどね。ウォーバスターいいな。ウォーバスターな。ヒルドクラスで全員ウォーバスターが希望だったんだけどな。まあ無理だよね。魔法で全員消し去られる運命でね、それって。あ、そっか。でもウォーバスターってあった、そもそも選択肢になかった気がするんだけど、あるのか、見逃しかな。で、うーわ、広っ。宝箱はあるね、開いてないのがあるね。宝箱は2つと。そうですね、じゃあ鍵2つは持ってこい。あ、で、なんかみんなにね、もう最後の方だろうなと思って、特効薬99回復説全員に持たせてあります。あー、かわいい人だ。女性の魔法使い、ね、でヒューベルト、お前女神の像盗んでんじゃねえよ。もう落とすからいいか、落とすからいいか。ヒューベルトさんの像を勝手に盗むのはやめていただきたい。指輪とか勝手なことはやめていただきたい。死神騎士どこ。魔獣は安定している。え、なにこれ、和刀、和刀。必殺が高い、東方の異教で作られたという鋭い刀。あー、確かに見た目的に持ってそうな見た目してるけど、強いか、そこまで強くないか。必殺が高いのか。あー、それはいいね。こっちの隅にいるっすか。な、あ、なんで分散されてんの俺ら。ちょっとまたこのパターン。きつい。9人でやるからさ、4号かな。4号だよね。6、3はないよね。きついな。またそのパターンか。これどっちに誰を配置するかでだいぶ変わるんだよな。素手を持ってるってなんだろう。珍しいもの持ってる人は今んとこいない。さっきの刀だけか。指、まあこう、これ死神騎士。はい、もう多分何を祭り祭り開いてると一人だけ。何お前夏祭り気分になってんだよお前。もう多分最後だよね、死神騎士と48。勘弁してほしいな。48とかおかしいだろ数値。一斉で一発でいけるかな。いけないと距離関係なく反撃してくるから厄介なんだよな。こいつ何この範囲、回復か、リブロの範囲か。いやー、範囲広いの多いな。あ、割とめぼしいもの持ってるやついないのか。そっか、はい。じゃあどう考えても正面が死神騎士と当たる位置か。あれ、ヒューベルトいた今。あ、いたか、下のところか。なのでリシティアはこっち勢でしょう。でそうなるとフェリックスこっち勢となると、俺が向こうかな。これ動かすの、あー、動かせない。ちょっと、じゃ完成、いや完成って右下がきついよ。ヒルダちゃん向こう行くか。じゃあそうだね、ハンデマン邪魔だね。セテスとハンデマン邪魔だね。はい、で、マネージャー先生で、いや、きついな、このメンバーじゃきついだろ。さすがにきついだろ。だって相手40何歩でしょ。まともにレベル低い面々だもんな。じゃあリシティアこっち。いや、それもきつい。この2人を持って帰るのきついんだよ。でもリシティア持ってかざるを得ないな。え、そうすると死神騎士動くかな、動くかな。祭り会場で焼きそば食べてて動かないとか、そういう展開ないかな。うーん、レオニーか、こうかな。で前のを一旦消すみたいな、そういう動きだよな。これきつい、普通にきついぞ。分けられるのはきついな。レオニー、フェリックス、フェリックス、なんかフェリックス別についてこれる人たちがいないから向こうがいいかな。そうなるとヒルダちゃんこっちだね。こうだね、これだね。うん、で宝の鍵ね、宝の鍵。
誰に持たせるか。マリアンヌ1個空いてる。いらっしゃい。で、お金見てこれ。10万超えたんで、特効薬とかいろいろ買ったんですけど、それでもまだ6万余るっていう。こちらですね。全然余る。ありがとうございます。で、他に空いてるねにしても。こちらですね。ありがとうございます。で、フェリックスも空いてる。こちらですね。とりあえず埋めといて問題はないですよ。ナスも空いてる。こちらですね。こちらですね。ありがとうございます。で、ウニアンパン。フレンも空いてる。だからこちらですね。まあ、誰が行くか分かんないからな。状況によっちゃ行ける人限られてるんで。OK、いいでしょう。またの。で、セーブと。OK。じゃあ、ちょっと短いかもしれないけど、次回、次がクリアパートです。さあ、これ結構手こずる気がするな。どうかな、死神騎士次第だよ。はい、じゃあフューベルトはまあいいんだけどね。はい、じゃあ、このパートはこれで一旦休憩しようと思います。ありがとうございました。ありがとうねー。